じゃあね、セキロやっていきたいと思います。い時やは戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。わあ、ざっくり言ったね。本当に槍に対して剣って不利だよね。これが主人公ですね。ちなみに野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいだ。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるか。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。良いな、狼よ。自分の使えてたね、国が滅んじゃったんですよね。忍びよ、目覚めてください。確かね、確かそういった話だったと思う。あなたの主のために。お、待て、いけるか。オッケーオッケー。はい、じゃあね、やっていきたいと思います。ちょっと待って、バツってどれ。ちょっとね、箱コンでやってないからね。ちょっと操作がね、うまくいかないんですけど。はい、早速読めません。なんとかの文、黒殿の狼殿へ、貴殿の宿命、今は
月見櫓にあり、井戸底を脱し向かわれたし、忍びがなくとも貴殿ならば、あ、ごめん、忍びじゃない、刀がなくとも貴殿ならば忍び行けばたどり着けましょう。OK、まあ、行きましょう。ジャンプ A、はい、ちょっとなんか操作に癖がある気がすんな。よいしょ、こういう風にね軽快にね進めますね。ダークソウルとはまた違います。はい、こんばんは。こっち、張り付く、離れる、離れたら落ちるよね。これ実はね、こっから落ちたらね、一定量ダメージを受けてまたここに復活できるんですよね。うん、それがねまたダークソウルとね違うところ。ダークソウル即死だからね、普通落ちたら。OK、離れる。隠密、しゃがんで茂みに隠れたり廊下を移動すれば、敵に見つからず進むことができる。今は刀を持っていない。隠密で敵を避け、月見櫓を目指すと良いだろう。敵に見つかりそうな時は、敵頭上の警戒マーカーが表示される。どそこにおるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない、うん、刀もなく気力すらない。やつはもうただのふぬけよ。あ、こいつら、ね、わざと見逃してたんだね、狼を。もうあいつ戦う気がないっていうことで。いや、まだ戦う気はあるで。床下移動ね、しゃがんでいれば床下も移動できるって言ってますね。はい、こういう風にね、あのステルスの概念がありますね。ダークソウルとかなかった気がするよね、こんなステルスっていうのは。いける、おう、なんかあるぞ、上に。盗み聞きっていうのができる。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな、まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、銀一郎様も何かお考えがあるのだろうが。はいはい、巫女様っていう人がね、その月見櫓に囚われてるみたいですね。ね、ステルスがあるみたいですね。結構そのステルスの判定とかもシビアっぽいから、なんか面白そうな気がする。従来のやっぱダークソウルにないいいところがね、ありますね。確か、まあまあ、これとはまたね、違うメーカーなんですけどね、ニオってゲームがあるんですけど、それにもステルスはなかったよね、確か。新鮮ですね。これどうすかな、どう行けばいいかな、盗みに行く。月見櫓の扉はちゃんと閉まっておるか。閉まっておるが、壁の穴はそのままにしておるぞ。ああ、そちらは心配いらぬだろう。穴は崖際じゃ、通えるものなどあるまいよ。ここにいるよ、ここに。うん、たどれるやつはいますよ。ヘリ近くでぶら下がる。あら、メタルギアやん、メタルギアやん。あれ、この移動どっかで見たことあるぞ。降りちゃダメよ、よじ登る。これいいっすね。何回もぐんとやる気が。OK、よいしょ。一応隠密でいきましょう。ヘリでプラス、よいしょ。あ、いいね、いいね。多分こういうところがね、快適って言われてる理由でしょうね。うん、このスイスイ行けるところ、かつてのダークソウルにはなかった部分、ここは評価の対象になってると思います。あ、いた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 。ダンボールナイス、ダンボールナイス。オタコもいないです。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、
我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。またロード長いんですね。あ、来た来た来た。アシナの処刑である平田氏に伝わるもの。失っていたが再び狼の手に戻った。くさび丸の名には願いが込められている。忍びは人を殺すが定めなれど、一握りの慈悲だけは捨ててはならぬ。その願い、時に刃が組むこともあろうか。どうするのかな。狼を。はい。傷。あ、ごめん。そうだ。そなたにこれを託そう。飛ばしちゃった。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。薬、消薬のなんか瓢箪っぽいやつです。はい。瓢箪って読むんだね、これ。はい。消薬瓢箪、ね、HP を回復させる瓢箪みたいです。さて。そなたの体、その後大事はないか。その後とは。あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。はい。でアイテムの使用は上で使用する。はい、切り替えね。眼薬、乖離仏、手のひらに収まる小さな、木仏、何度でも使用することができる。岐阜に拾われた時から狼が持っていたもので、角が取れて丸くなっている。これでは変えるための仏、最後に退座した日仏かあれ誰に戻る。ああ、変えるために必要なやつですね。で、これで使うんだよね。回復した。じゃあ行って参る、主よ。はい、じゃあ行きましょう。ね、体感と忍殺。今回のね、目玉ですよね、このシステムは。忍びの攻撃は体感を削り取るためにある。攻撃を重ねると、やがて敵は体勢を崩す。体勢を崩せば忍殺で一撃で殺せるだろう。攻撃 RB。 攻撃 RB。 体勢が崩れた敵に RB で忍殺。は？あ、 RB なの？ RB で攻撃なの？ちょっと四角と、え、バツとかそういったんじゃないんだ。はい、へえ、ってやりづら。大丈夫、バレてないバレてない。 OK。 ていうかステルスキルもできるんだよね、これ実は。ちょっと待っててね、敵の動き次第なんだけど。いないっけ。あ、バレた。来いよ。ガードは、はいはい、
これガードはガードこれ。あ、痛い痛い。あー、はいはいはい、ちょっと待って、あの攻撃ボタンに慣れてないからね、ちょっとミスっちゃった。今ちょっと下の部分にね、あの黄色いゲージっぽいのが出てたと思うんだけど、体力ゲージの下にそれが体幹ですね。これを全部削れば一撃必殺の忍殺ができるってことです、うん、いや、やりづらいよね RB とか。マジでもういない？後から変えられればいいんだけどね。お、やべ、バレた。弾き打ち込むばかりでは崩せない相手もいる。敵の攻撃を弾けばその勢いを利用して体幹を削ることができる。優れた忍びの防御は同時に攻撃を兼ね備えた。敵の攻撃に合わせて弾く。さあ、それが島さんにできるかどうかです。まあ OK、 うまいやん。結構合わせやすいですね。うん、弾く技、他のなんかゲームに比べてやりやすい感じがした。ターゲットの固定、ターゲットを固定して敵を捉えて続ける。はいはい、いや、うまくちょっとステルスキルを決めてみます。できるかわからんけど、あ、できなさそうやなこれ。あ、ぶら下がる。よいしょ、殺せ。あれ、これいけんじゃねえか、頑張れば。ちょっと待って、あ、いけそういけそういけそう。違う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 、ここ登れないのかな。あ、はいはい、こういうことね。どこいる、こいつ。お、多分いけるでしょ。おらよ、うん、まっ、いいねいいね。あれ、おい、結構忍殺でとどめを刺す感じだね。うん、まあ初期だから。はい、向こうに、向こうの赤い点が光ったら体幹が崩れたって合図だ。はい、あー、爽快だな、かなり爽快ですね。うん、今でもかっこよかったね、上から飛び降りた時の転がり込んでからの忍殺。うん、そう、まだチュートリアルない。そうなんよ、なんか出てきた。折り切り返し、攻撃を弾き、すかさず切り返しをする。そうすれば敵に休む間を与える体幹ダメージを与えられる。敵の攻撃に合わせて弾く、その後切り返す。出てきたんですね。まあまあ、組頭が出てきた。来いよ、組頭。相手しちゃう。あ、やばい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 、自分の体幹が削れちゃうね、自分の体幹が削れちゃう。あっ、危ね、今だ。まずい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 、心臓心臓、早速死ぬぞ。弾薬や弾薬、早速死んでます。よし、 OK、 いいのか。あ、なるほど、強者への忍殺。一度の忍殺では死なぬ強者もいる。だが一度で死なぬならば幾度でも、殺せば良いだろう。 HP ゲージの上に忍殺マーカーが表示された敵を、殺しきるにはマーカーの回数だけ忍殺をしなければならない。なかなか難しいじゃないですか。多分重典って呼ぶんだと思うんだけど、間違ってたわけですね。ちょっとね、慣れるのに。ピョン、まずまずまず。
危ねえ。ちょっと待って、体幹自分体幹を崩れちゃう。危ねえ。ね、こういう風にね、スタミナの概念がなくなったんで、いくらでもね、緊急回避ができます。あ、おっ、こんなもんです。ちょっとな、こんなもんです。仕方ないです。天柱がね、懐かしいですね。さあ、OK、ナイス。どうしよう。まあ、いや。さあ、組頭よ、葬ってくれる。山内重則とかだよね、名前絶対。漢字が弱いを自分でもなんとなく分かる。痛いのでかい人ね、ひるまないですね。一切り二切りじゃ危なかった。けい、岩薬ゲット。岩薬ゲットはありがたいかね。どうにかやりました。で、今ね、こう弾いた時のカウンターのことで気づいたんですけど、すごい合わせやすいです。他のゲームに比べてカウンターって結構シビアじゃないですか。弾きカウンターっていうの、ニオとかが結構シビアだったと思うんですけど、あのガードで弾くときタイミングよく、あれよりかね、優しい気がする、今んとこね、うん、で、なんか今手に入れましたね、握り倍、目くらまし用のやつですね。これこういう風に、ね、あの選択しないといけないっていうのは若干辛いかもしれない。どこが安全なのかね。あ、これ上だね。上が正しいね。よいしょ。で、これどこ行くんだろう。あ、盗み聞きできね。この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せだと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。今ね、そこをね、探してるんですよ、狼は。あれ？あれ何？あれ何？修理してんのかな？え？あれ何？妖怪？妖怪じゃないよね。修理してるっぽいね、これ。え？何これ？妖怪じゃないよね、本当に。このゲーム、妖怪いるとは聞いてないんだけど、今んとこ。あ、修理してる、修理してる。ちょっと待って、妖怪やん、これ、人間じゃないよ。これなら人間いないでしょ。妖怪やったわ。妖怪なのか分かんねえけど。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。プルプル震えてるし。なんですかね、ちょっと調べてみましょうか、終わった後に。初めて見たっつうか、初めて知った。何してるかと思ったわ。あ、でもなんか、やっぱ修理かなんかしてたっぽいよね。人間っぽいあれではあるけど、ね、人間に忠実なね、妖怪っていうね、オチもありえるから、ちょっと気になるとこ。これ確か中間ポイントなんだよね、聞くところによると。全部聞くところなんだけど、あ、まだそういった効果はなさそう。この先が抜け穴のようだ、草笛を吹いて足を呼びますか、呼びましょうか。はい、よく来れたな、あんな遠くにいたのに、ね、厳重だっただろうにね。それとも別のルートから来たんですかね。狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。血の定めから
逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。じゃあ行きますか。誰かおるぞ、奥に。味方かね、敵かね。久しいな、巫女よ。あ、巫女ね、ごめんね、巫女です。はい。叔父上の墓前以来か。誰？源一郎殿。あ、源一郎か、さっき言ってた。私はここの主？え、どうなってんだろう。内戦があったのかな。よくわかんないですね。すまぬ。お任せを。ちょっと待って、もうボス戦なんだけど。邪魔立てするか。巫女の忍びを。いや、だから源一郎、ちょっと待って。まい、あ、早い、いけ、ちょっと待って、やばい、あの、逃げれんよこれ。ちょっと待って、逃げれん、ちょっとまずいな。あれ、はい、待って、灰を今撒いたんだけど、灰を撒いたんだけど負けちゃった。あ、これイベントなんだ。灰撒いたのに効かなかったし、しかも片腕切られたし。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。そうですね、これで赤色になるんですね。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。忍技種、仏師から譲り受けた忍びの技種。人の祖霊を模した義骨を軸にからくりが施されている。この義手には何かを仕込むことができそうだ。大小の傷が刻まれ、血や油がこびりついているが、手入れは行き届いている。お前さん、名は何という？その目、刺し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。
わしは仏を掘らなきゃなら、お前さんはお前さんで好きにしな。自分のことを尋ねる。自分のことを尋ねる。自分のことを尋ねる。何故俺はここにいる。ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬものを。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。左腕について尋ねる。この左腕、俺に何をした。そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手。そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。あ、ここで改造できるみたいですね。任務だと。そうか、このからくり。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。で、巫女の血について尋ねる。巫女様の血が利用されるとはどういうことだ。わしも詳しいことなど知らん。ただ流飲、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。妙なことになっておる者同士、気が合うかもしれんな。え、そこになんかいるみたいですね。ちょっと行ってみましょうか。はい。ん？見ぬ顔だな。そこもと、名は。名乗られぬか。だが腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ、ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。立ち会うの。いや、勘弁してください。いきなり立ち会え。ああ、しかもちょっと強め。あ、いけたいけたいけた。あ、しまった。じゃあ、まあ、一人札。あれ？終わり？やはり死なぬわな。え、不死身なのこいつ。不死身っぽいですね。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしよう。かように従前に殺した者、そうはおらぬ。お主は何だ。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者もおるな。死ねぬのでただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何を。殺して欲しかったんですかね。随分と眉間にシワが寄っておる。
そこもとよ。それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてやれるぞ。サンドバッグになってやるって言ってるぞ。これ、承知する。承知しました。承知した。よし。ではやろう。刀を振らば、気も紛れるというもの。切ってくれって。何これ。戦闘について基礎的な修練を行うことができるみたい。ほうほうほう。まあまあ、大体知ってるからいいです。また来るがいい。そこもとの技の試し、いくらでも受け負うぞ。すごいな。自分をサンドバッグにしてくれっていう会話、初めて聞いたかもしれない。OK、じゃあね、もう今日は1時、ね、半になるんで、ここくらいまでにしときます。